これ僕が高校2年の時なんですけれど、その時日曜日やったかなんかで、お昼ぐらいにお母さんがこう郵便ポスト行って、で大好きに来てんでって言うて、こんなこれぐらいの茶封筒のポスト外れた、ほら落ちた、ゾウが外れた、ゾウが、ほんとほんと、びっくりした、ゾウが外れた、ほらほら、どの隙間、そんなことないもんな、もうダメじゃないですか、怖い怖い、また俺背中つるそうな、ちょっと、もう一回 iPhone の話してもらっていいですか、俺クリスが今上わーってやったから、俺犬来た思ったいやもうやめて、これわかんな、おやきませんね、こんなことないもんだって、今まであったんですか、ないです、ないです、初めて、どうしますか、ミルさんちょっと入れます、いやすげーな、怖怖怖怖、燃えたりしたんですか、ゾッとする話の象徴であるゾのマークが剥がれ落ちるという衝撃のハプニング、この現象はゾッとする話と何か関係があるのだろうか、スタッフも理由が分からず首をかしげる中、このままでは怪我をする恐れもあるため収録は一時中断、大輔の話は続行してもいいのかというが、根本的にゾッとする話自体今後も続けていいのだろうか、ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。セットに起きた怪奇現象、原因は分からぬまま収録を再開することに、うん、さあ、気を取り直して、はい、いきたいと思います。続いてはこの方です。高2の時の話なんですけど、日曜日やったと思うんですけど、家にいて、ほんなお昼ぐらいにお母さんがこうポストから郵便物持ってきて、大好きに来てんでって言われて、ちょうどこれぐらいの茶封筒、分厚いやつなんですけど、それ渡されたんですよ、はい、あれなんやろって思ったんですけど、なんか直感で、あ、ここで見たらあかんと思ったんですよ。ほんで自分の部屋に持って行って、あのベッドの布団の中にパッて入れて、ほんでその日はもう なんか忘れてずっとこう遊んでて、で夜に寝る時に、あ、それ手紙来てる言ってたなと思って、ほんでそれを出して見たんですよ。ほんならなんか写真とかいろいろ入ってたんですけど、なんか手紙が出てきて、でそれ読んでたら、私はあなたのお父さんの元恋人ですっていう手紙が来たんです。でもゾッとしました。宮が大好き宛てなんですよ。で何やろうと思ったら、ほらその手紙に、あなたのお父さんはいついつに私と出会い、いついつまでこんな関係でございましたみたいなのをブワー書いてあるんですよ。ほんでこれなんやと思って、はい、でその写真見ても、お父さんが知らん女の人とものすごい笑顔でヨットに乗ってたり、すげえ、温泉の浴衣着てたり、間違いないね、間違いないんですよ、50倍ぐらいあったんです、50倍だってこれなんやみたいな、ほんならその絵も見たら靴の絵なんですけど、ちょっと前に僕があの夜中下降りて行ってジュース飲もうって降りて行ったら、親父絵描いとって、お父さん何してんのって言ったら、いや、たあの久々にあの絵描きたなったから絵描いてんねんって言ってた、その絵の下にハッピーバースデー誰々って書いてあったんですよ。誕生日に絵とか思うハッピーバースデー何がしないで相手な、これなんやこれみたいな、はい、でお母さんにこれは絶対言うたらあかんと思って、うん、うちがえらいことになると思って隠してたんですよ、うん、ほんでお母さんとお姉ちゃんが旅行行っていい日夜があったんですよ、うん、でここやと思って、お父さん、うん、あの仕事から帰ってきた時に、お父さん、うん、あのこれ届いてんけどこれ何って言って渡したんですよ、うん、ほなバーって見て、うん、わー言うて、うん、まあこれはお父さんもほんまにあの終わってることやからこれ申し訳ないと、うんうん、でもあのこれお母さんの名前で送り返された方がお父さんなんぼがよかったっつって、うん、なんでこれお前の名前で送り返してくんねやと、うん、あのお父さん見る目なかった大好きっつって、うん、でももう終わったやつやから、まあお母さんには言わんといてくれ、何の話やな
何の話やねんこれ。いや違うんです、ゾッとしません？親父が知らん人に書いてるラブレターとか読んだらゾッと。そりゃそうやろうけどやで、もほな言わへんわ言うて言ってたら、お父さんあの庭でずっと鬼みたいな顔で燃やしてた。そりゃ鬼みたいな顔になるわな。そりゃなるよ鬼みたいな。いやあれはゾッとしました。お父さんもゾッとしたと思うんですよ。怖かった、ずっと怖かったこの話で。